<laughs> はいこれは、えー、とダンシールと言いますこれは、えー、と豚肉で作られたものですえー、とこれがサテですねえー、とうとバリゴとでいうとこれはああのどういう意味かわからないですけど、まあ、一応、えー、とバリ島のお祭り、まあ、ヒンドゥー教のお祭りがあるときに、まあ、こういうものを結構作ります。 はい、皆さんバリトからおはようございます。えっ、ー、と今日はですね。特別な日です。今日はあのガルガンという日で、えっ、ー、と今日は1日休みです。えっ、ー、とガルガンっていうのはまずですね。えっ、ー、とバリの人まあ、ヒンドゥー教がえっ、ー、とお祈りする日ですね。まあ、ちょっとあの歴史とかもあるんですけど、その話わからなくて皆さんに話せないと思います。 で今日はちょっとあのまあ、自分の家で、えー、とガルの日に何をするなのかそれちょっと皆さんに、えー、と紹介したいと思います。ついでに、えー、と自分の、えー、と家ですね、家について皆さんにちょっとお話したいと思います。ではあのこのビデオ最後まで見てください。 はい、皆さん、じゃあ、ここから、えー、と説明しますね。ここが私のうちの門ですね。この門はもう35年前にですね、作られた門ですね。もうちょっと古いですね。でここがちょっとお祈りところがありますね。であとはいち、一番説明したいのはここなんですね。えっと、バリ島の人は、まあ、特にヒンドゥー教は、えっと、ガルガンの時に、あとガルガンの日は、えっと、いつもペンジョルというものを作っています。 でこれですねここ見てから、まあ、これであのそうですね箸の、えー、っと葉っぱで作られているものですねこれ結構高いですよはいでこれがあの何て言うの竹で作られたものですねまあ意味はわからないんですけどまああのわかるけど日本語で説明するのが難しいのでまた今度説明しますでは私の,あの家に入りましょう でここに入るとまずここ複雑な、えー、と盆栽があります。あとはここ右に、えー、と見ると,、えー、とここが私が作、えー、った、えー、と家なんですね。これ日本で働いて、まあ、これしか作れなかったんですけど本当に残念ですけどね。でそうですねちょっと残念という気持ちもあるんですけどここもまた、えー、と盆栽がありますね。 この,この盆栽は多分売るとね、多分2万ぐらい、えー、と売ることができると思います。はい。えー、とそしてこれが、えー、とバリダギンと言います。えー、とバリ島の人は、まあ、特にヒンドゥですね、えーと、誰でもこんな家あの持っていますね。バリダギンという、えー、と建物を、えー、とみんな持っています。でここは、えー、と何するところなのかっていう質問があると思うんですけど、 ここは、えー、と誰かの,あの家族ですね。死んだときに、ちょっとここ、えーと、お墓へ持っていく前に、ここ寝かすですね。で、あとは、ここ、えーと、私のおじいちゃんとお父さんの写真なんですけど、2人とももう亡くなりました。ちょっと悲しいですけどね。で、ここが、まあ、果物とかたくさんありますね。ここが、これがあれですね。みかんと、これナッシーで。 これがドラゴンプルーツというのかな、はい、ここもたくさん、えー、と神様に、えー、と捧げるものがたくさんあります。まあ、ちょうど今日はガルガンの日だからそういうのがたくさんありますけどね。はいでまた次の、えー、と家に行きますで。ここは私のお兄ちゃんが寝、えーねね、るところですね。でここ見るとこれは、えー、とバレラジオと言いますね。 この建物は、まあ、いろいろ、えー、と意味があるんですけど、私がちょっと説明できなくてすみませんけども。で、バリ人の人は、まあ、バリ人はもうみんなこの建物を、えー、持っていますね。各家に、えー、とあります。で、ここがまた、えー、と神様の、えー、と,ところですね。で、ここを入ると、まずここが大事ですね。えー、とバリ島の人は あと、バリ島の人の、えー、と実家ですね。みんな、あの、お寺持っているんですよ。で、これが私のお寺ですね。それはまた私の家なんですけど、ここが、えっ、ー、と、お寺です。ここで、まあ、いろいろ、えっ、ー、と、神様がいるみたいですね。で、例えば、こことかね。ここも神様がいるみたいですね。ここも。で、ここが、えっ、ー、と、私たちの、あれですね。えっ、ー、と、 戦争ですね。戦争わかるかな戦争はラルフォールですね。ラルフォールがここ、えーと、住んでいるみたいですね。で、ここを見ると、まあ、ここもまた、えーと、神様に捧げるものを置く場所ですね。じゃあ、ここをちょっと見てみましょう。で、ここですね。いろいろ置いてあるんですけど、まあ、ここは、えー、とバンタというんですけど、で、ここが、えーと、さっきも言ったんですけど、これはダンシールと言います。このダンシールは、 これはあの豚肉で作られたものですねはいそれぐらいですかねじゃあ私のうちはそんな感じです、はい はい皆さん、えー、最後まで見てくれてありがとうございますまた次のビデオで会いましょう